毎度メタボです。コロナ禍で旅行に行かれへん日が続いております。海外旅行はねもう手のほかなんですけど、国内でもやっぱりなかなか気ぃつくって遠くに行けません。今まで当たり前に行けた旅行がね行かれへんのはなかなか偉いっすよね。で、僕南の島沖縄とか奄美とか好きなんですけど、もうねここにね行ってないな。ほんで、鹿児島志布志にねサンフラワーの新造船が出たので、ぜひそのサンフラワー乗って志布志指宿行きたいな思ってるんですけど、なかなか、行けません。ほんで、九州、鹿児島奄美行かれへんから、私は、住之江区に行きます。でその住之江区に何があるのかというと、今日ご紹介する中加賀屋の鹿児島物産のお店です。大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。今日紹介するのは鹿児島の、名物なんですけれども、売ってるところの住所は大阪なんで、いつものオープニングで始めさせていただきました。今映ってる映像は、奄美大島瀬戸内町コニア、加計呂麻島への玄関口の、港があるところです。また、加計呂麻行きたいなと。これね、2年ぐらい前かな、船をチャーターしてね加計呂麻行くところなんですけど、チャーター言うてもね、むちゃくちゃ大金を払ったわけでもなくて、たまたま予約したのがこの日僕だけやったから、結果的にチャーターになった言うてね、ものは言いようですよね。ほんでこのボートに乗って加計呂麻行くんですけど、ほんま加計呂麻ええところでね、でもむっちゃやり残したことがあって、また行きたいんですけどなかなか行けずにいます。ほんで、これ見てはる人の中に、私も加計呂麻行きたいね思ってはる人もいらっしゃるかもしれませんけど、加計呂麻行きたいとか加計呂麻大好きな人は、瀬戸内海の駅に売っているマンディをね、ぜひ買って飲んでほしいなと思う。これね向こう行った現地で買えるんですけど、こっちからでもメール送って、これ役所がね発行しているので、通販サイトとかがなくてメールでやり取りして振り込みして、振り込み確認できたら送って来られるんですけど、10日ぐらいかかるかな、やり取りとかも含めてね。でもむっちゃいい本なので、加計呂麻行かれへんこの時期こそね、ぜひ送ってもらって、読んでもらいたいなと思います。ほんで奄美とか鹿児島大好きな人はもうご存知かもしれませんけれども、住之江区の中加賀屋、そして姉妹店が尼崎の久伊瀬にあるんですが、鹿児島物産というお店があって、鹿児島や奄美の、名産品を、大阪尼崎で購入することができます。だいたい置いてあるラインナップは一緒なんですけれども、久伊瀬、尼崎の久伊瀬の方は酒類も販売しているので、薩摩の芋焼酎とか奄美の黒糖焼酎なんかを買うことができます。それではお店の中をお母さんに紹介してもらったので、ご覧ください。これなんですか。これ当選とめんつゆ。あ、これこの間テレビに出たの。またこれでそうめん作るの。もう何でもいけるんです。へえ、そうめん流しのとこから来ます。へえ、あ、そうなんですね。はい、イブスキ、イブスキのやつなんや。はい、自撮りね、よう出るのは自撮り。あ、今凍ったやつだ。はい、もうこれはもうムース出ます。はい、で、まあ、さつま揚げもよく出るし。さつま揚げね。そうなんです。あ、全部そうなんです。式の他のあれは知らんけど、串木戸の乾杯からもう知ってあるからね、向こうの方がね。これはどれがおすすめとかあるんですか。あ、これですか、桜カネオ。もうおすすめでも、ほら、たたき食べたりするんやったらもうこれとか、なんぼでも甘いのがあるんです。はい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 、本場から来てるからね、沖縄のアンダギー。アンダギーと、クレと、こういうのもできたてが来るから。それ今一番県民賞で言うた黒毛和牛の味噌。へー、すごい。これはついこの間県民賞に出たんです。はいはいはい、これもよう出てます。黒豚、こっちは豚の味噌だけど、こっちはね、黒毛だ。あ、味噌だ。これなんかもね、これはね、相撲部屋に行くんです、30個ぐらい。へー、そこのほら
これに来ちゃった。あ、はいはい、巡業、巡業というか、大阪場所の。そうなんです。これ100円のからつぼ漬けも売ってます。今聞いていただいた通り、ここは鹿児島か奄美のお土産物屋さんかというようなラインナップです。この中で今日何個か私の好きな、鹿児島物産、奄美物産を、ご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのはふくれです。これは小麦粉、重曹、黒糖などを混ぜて蒸した郷土菓子です。江戸時代は黒糖が非常に高価で、薩摩藩は大いに財政が潤った反面、奄美の人はお米を作ることよりも黒糖を作ることを奨励されて、普段の生活が非常に困ったそうです。で、味ですけれども、昔ながらの、優しい味で、とても美味しいです。素朴かな。続きまして麦味噌漬け、お値段1本380円。周りの麦は洗うよりは手で落とす程度で食べた方が美味しいです。次にご紹介するのはさつま揚げです。先ほどおばちゃんが言ってたように、神馬のさつま揚げ、大阪で入手できるっていうのは、鹿児島の人からしたら結構嬉しいんだそうです。続きまして、キーレのところてんです。このところてんはそんじょそこらのところてんではありません。最高級の天草を使用しているので、歯ごたえやコシも他のところてんとは違います。私今まで高知県の柏島で食べたところてん一番好きなんですけど、まあそこまで行かな食べられへんから、大阪でこの味食べれるんやったら、大阪でところてん買うんやったらこれを食べようと思います。鹿児島の人はめんつゆでも召し上がるそうなので、当選郷のめんつゆとセットで食べてもいいかもしれません。続きましてミキです。ミキはお米発酵飲料で、簡単に説明するとおかゆさんにさつまいも、砂糖を入れて発酵させた飲み物です。出来たてはウイローのような味がしますが、日が経つにつれて酸っぱくなっていきます。ちなみに沖縄産のミキも市販されてますが、こっちは火入れされているので発酵は進みません。発酵が進むミキは奄美で数社から作られていて、これね、まためっちゃ深いので、いろいろ調べてみたので、今度これだけでミキだけで動画にして紹介したいと思います。ちなみに大阪ではこの花田のミキジリッは冷凍されて売っています。まだまだ紹介したい商品があるんですが、そうすると全部紹介しなあかんことになるので、これぐらいで、終わらせていただきたいと思います。そして黒糖焼酎とか芋焼酎は、クイセの鹿児島物産で売っているんですが、ここで一つお知らせが、奄美の黒糖焼酎って最近入手がしやすくて、スーパーでレントとかその他数種類入手可能で、あと地酒屋さん、いつも紹介する茨城の角屋酒店でも割とレアな黒糖焼酎手に入るんですけど、1個だけね、マンコイだけがね、どこにも売ってないんですよ。日本一のレモンサワーっていうのでね、まあ知ってる人はご存知なんで、マンコイね、結構味が僕好きで探してるんですけど、実は最近阪急百貨店の地下2階に売ってることが判明しました。いや、意外やったな。で、早速見つけた時は家帰って日本一のレモンサワー作ってみました。また気になる方はね、こう日本一のレモンサワーって調べたらレシピ出てくるので作ってみてください。それとマンコイを売れるんですね。2回ぐらい品切れの時があったので、売り切れの時は諦めてください。はい、いかがだったでしょうか。大阪市住之江区中加賀屋にある鹿児島物産店、姉妹店が尼崎のクイセ、こちらは酒も売っています。今なかなか鹿児島とかね、奄美に行かれへん、または帰られへん人もいらっしゃるかもしれませんが、あと京阪全く触れてなかったな。京阪の元もあるんですよ。だからまあちょっと奄美とか鹿児島のもん食べたいなとか、旅行、まあお土産買っただけでね、旅行気分になりたい方はぜひ
ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた。See you!